ちょい流入りぐらい。あー、はいはいはい、なるほど。さあ2回戦です。カツドンマンとこだまということで、剣いぶき悩し、カツドンとカツドンマンのファンが増えましたね、3週目にして。カツドンマン3週目かな、確か1週目2週目あんまいいとこなかったんですけど、今日は勝ってますね。カツドンマンは名前をずっと守ってるんですね。なんですかね、ちょっと毎回違う人の可能性もあるので。中身がどうかって、はい、そう、2代目カツドンマンとかの可能性もありえるので、衣の中が違う可能性ありますね、はい、日によるって話ですね、これは。ちげえじゃないですか。さあこれは削り切りですね。世襲制の可能性もあります。世襲式、実に水曜らしくていい、まあ、水曜はもう緩く、そうですね、はい、公序良俗だけ反しなければ何でもいいです、はいはい、大体の名前 OK です、はい、バックジャンプロからさあ空中戦か。児玉さんが結構ディフェンシーな動きでさばいてますね。そうなんです。いやー、一文字減る。これはうまい。あ、まうまいぞ。やり込みノーゲージでもあんだけ減る。これは残んないんじゃない。残らない。お見事、素晴らしい判断。赤風呂前捨て裏回りから飛びですか。カツドンマンとイベリコ豚ドンマン会えなかったっすね。ドンモノシリーズ片方破れてしまいました。破れました。